皆さんどうもお疲れさんです。半兵衛です。パパです。さあ、絶対絶命都市4プラスサマーメモリーズ、続きをプレイしていきたいと思います。おなしゃし。さあ、宝石店を抜けたところで、こちら側は初めてのところかな。そうだね。ねえ、うん、まあちょうどセーブポイントもあるし。アジサイ、アジサイ発音変でない。え、アジサイ、いや、アジサイね。アジサイ、アジサイ、アジサイでしょ。アジサイっていうの。アジサイでしょ。さて、あ、こっちめちゃめちゃ広いじゃん。なんか割と小綺麗だね。うん、先へ進みますか。わ、選択肢進む。いやお、俺が行くぜ。これなんて書いてあるの。アジサイ交差点のそばにある宝石店を通り抜けて南へ進んだ。あ、これでアジサイって読むんだ。え、あ、すいません、あの、申し訳ないです、読めなかったっす。あいあるか、あい、あるかじゃねえな、何かか。嘘あら、新しいところ、またセーブポイント。あれ、なんか人普通に歩いてない。あ、本当だ。ええ、とん、そんなに被害、マジ、あれ、あ、でもめっちゃ割れてるけど。ああ、でも倒れてるわ。ああ、でもみんななんかもう普通に、なんか割かし普通ではないけど、なんか損傷そこまで。あれ、この人さっきの小坂大魔王さん。そうだね。そわそわしている男、社長はまだだろうか。ああ、あれ、どうした小坂。明らかになんかイベント起きそうな人が。そうだね目の前にいますね、うん、あ、そっち、そっちに吸収されるマジ。あっちでなんかあの人ばかりじゃないの。あ、あ、社長、いけすかない社長、またぶつかるんじゃないこれ。あ、ぶつからない。あ、おいおい、なんか悪いことしてんのか。悪いことしてんだね。あ、なんか歌声が聞こえる。あっちだな。これどっち行ったらいいの。いや、シャッターのとこ先っぽくない。まあちょっと気になるけど、あっちの女性も向こうは多分後にやるよ。まあそうだな、ちょっとあの社長怪しいから、先にちょっとあいつらの悪事を暴きに行くとするか。入り方脱線。あいつらちょっとかがんで入ってったのに、ハイハイで入ってくる。まあまあ、運動音痴なんだよ、半兵衛は。さあ、どっちから調べようかな。右と左どっちがいいですか。右。はい、じゃあこっちから行きましょう。特に入れないね。あ、なんかある。なんだ。コンパスだ、指揮者コンパス、やった新しいコンパス。なんかサーファー命短かったな。サーファー短かったな。一番長かったの今のところ寿司じゃねえか。寿司か四つ葉じゃない。四つ葉も長かったわ、うん、愛着湧いてくるな。ああ。自販機は使えないんだろうな、停電しちゃって。エレベーターのボタン、エレベーター動くの。あ、動いてない。あれですよね。そりゃそうですよね。あ、閉じ込められてる人がいるかもしれない。いないよ。いないか。守衛室入れるかな。開く。開いた。お、怖い。急にドアップになるな。ロッカーは調べられないと。あ、ない。めぼしいもの。ないね。なんか泥棒みたいだな。ドラクエだよ、ドラクエ。もう人ん家に勝手に入って。なんかいいものあったら取っちゃって、いろいろ物色する。壊した上で取って、壊してないだけまだマシだろ。まあそうだな。壺とか割っちゃうからな。
これ出れんのかな。通用口のドア開かないわ。開かない。あーじゃあ、あーじゃあ上向かうか。これ多分鍵を取るイベントもあんのかな。トイレはいいよな、いちいち入らなくてな。もう用してなければなんもないと思うんだよな。ちょっと一旦ここでステータス確認しますね。はい。喉は渇いてない、お腹ほどほど、まあまあまあ催してもいない、うん、まあライフも100と、うん、いいだろう。まあ大丈夫だろう。じゃあ上行こう。お腹減ったら動けなくなっちゃうのかな。ここにもトイレあるじゃん。トイレ多いな。あ、なんかうわ、給湯室。給湯室か。意味なかったでしょ。よくお分かりで。言ってたからな。いや今ね、給湯室ってそばが言わなかったのね、これね、俺ね、給油室って呼んでた。あ、給油室で。あ、給油室で合ってた。うん、合ってる合ってる。本当か。給湯室だね。騙しやがったな。エレベーター動いていないようだ。エレベーターを使わない。あ、これまた。あ、フロアによってもらえるものがこれ。なるほどね。コレクター欲もちゃんと書き立てとくね。すごいね。あいつら中入ってったんだからどっかにいそうなもんだけどな。いるだろうな。オフィス。入れないの？いや、でも多分オフィス入っていいのかな。進んじゃわないかな。え？二つあんの？ドア。大ホールみたいになってんじゃない？わ、同じだよな。出入り口二つあるんじゃない？お、あ、誰かいる。普通に仕事してるじゃん。大丈夫な？なんか完全に部外者が入ってきちゃったみたいな感じだけど。チュースチュース。お疲れさんでーす。話し合っているグループ。え、相馬部長、あれ相馬って最近言ってたね。資金枠を超えています。これ以上は買い支えられない。株の話か。資料できました。地震発生から1時間半経ってから急に、どうしてある時点から急に株価が下がったのかしら。ほら、あ、女の人か。そのタイミングでうちに不利な情報が流れたのでしょう。事実でないことは市場に対してはっきりと否定しておかなければなりません。ただ単に否定だけしても何か不利な材料を隠していると勘ぐられてしまう。そこで考えてみたのですが、お、うん、そう思ってね、さっき言ってたもんね、あの息つかねえやつ言ってたね。息つかねえやつが、あいつは信用できんみたいなことを、うん、この部長なんだ。本棚的なのは調べられない。あ、調べられる。あ、全部調べられる。ある本棚がある。98、避難場所。はい。でここはもうないね。でここは本棚がある。99、一時避難場所。はい。ここは100、広域避難場所。正解です。よーはーい、読めたぜ。ナイスナイスこんなな、小学生の感じで何言ってんだよな。大事よ。そうね。うん、俺みんなに話しかけてみようかな。仲間のことを心配している社員、外に出ている仲間は無事だろうか。みんな無事でいてくれればいいが。優しい。優しいな。こいつは自分のことしか考えていない社員。こういうやつもいるんだな。資産のほとんどをうちの会社の株で持っているのに、どうしよう。このままだと家のローンが払えなくなるよ。あ、自社株なのか。やる気がない事務員。まだ帰れないのかしら。これ以上残っててもやることなさそう。じゃあ帰れ。やる気のないやつは帰れ。帰りまーす。おとーす。今後の身の振り方を気にしてる主任。主任。主任。今のうちにケロベロスに移るべきだろうか。ああ、他社会社か。こんなに株価が下がったらおしまいだな。ああ、なるほどね。ライバル社とかか。はいはいはい。楽観的な社員。ある程度は株、ん？
持ち株会も株を持っているはずだからとんでもないことにはならないだろう。株価が下がってるって言ったって、会社が潰れることはないだろう。ああ、え、持ち主が変わるかどうかなだけじゃない。そうだよね、あの社長たちさ、うん、いなくね。あ、ちゃんとありいそうですよ。社長室。社長室。あ、ならどうしてうちの株価が下がってるんだ。これ泥棒と一緒だからやってること。サーバーは別の場所に分散して設置してあるので大丈夫です。不法侵入で。ただ、ただなんだ。ライバル企業のケルベロスがうちが震災で取引できないとデマを流しているようです。ケルベロスか。なんだって。それで相馬と中西は。中西誰、ね、相馬部長は広報室におられます。中西専務とは連絡が取れません。あ、いないのか。あいつ部長だったの、相馬さん。え、そうだよ、部長って言ってたじゃん。まさかこの木にライバル会社。急に部長にそんな話降りてくんだなと思ったら中西がちゃんと専務だったわ。とにかく中西を探せ。私は相馬のところへ行く。やばい、見つかる。なんだお前は。確かカーディーラーでぶつかっておいて文句を言ってきたやつだ。いや、印象悪かった。目障りなやつだ。あまり普通に会社の中にいるのに言えよ。不法侵入。それは言えよ。それは言えよ。社長のお知り合いのようですが。あれ、こいつさっきのやつと違うのか。違う小坂か。マジか。成り行きでここにいるだけです。桐島社長のファンです。社長に頼んでここで働かせてもらいたいと思っています。社長秘書を仰せつかったものです。ライバル会社のものだ。桐島社長を這いつくばらせるために来たものだ。いやー、これは成り行きだろ。成り行きだよな。成り行きでここにいるだけです。そうですか。ご覧の通り本日は何かと取り込んでおります。メガネが浮いとる。申し訳ありませんが今日のところはお引き取りください。小坂っていうより相川翔だな。どっちかっちゅうとな。あー、カブトムシ。え、カブトムシ。まあまあ、モノマネのつもりだったんですね、相川さんも。うん、そうだよ。めっちゃ似てるわ。ありがとう。え、専務室って入ってないよね。入ってない入ってない。急に社長室に飛んできたもん。うん、あ、入れない。これ専務中で倒れてたりしない？いや違うよ、多分専務がケルベロスとつながってんだよこれ。あ、そういう感じ、ね、あ、そういえば相馬のところに向かうみたいなこと言ってたよな、あいつ。こっちにいるんじゃないの。どうも相馬トランジスタです。相馬さんね、うん、でも髪の毛は緑色じゃないけどな。あれ、いないじゃん。これだよな。これ、え、これ相馬さんって言ってたよさっきね。あ、いた、相馬部長。うん、はい。そのタイミングで、ああ、同じことしか言ってないな。でもここはもういいんじゃない。後で多分また関わってくるのかもね。じゃあ一旦この会社は出るか。もう調べ尽くしたよな。うん、どっかで多分ケロビロスの会社にも行ったりするんだよきっと。ああ、なるほどね。あ、それで多分中西専務がいるんだよ。絶対に絶対にあいつが手を引いてる。マジかよ。わかんないけど中西悪いやつなのかな。まあでもあの霧島っていう社長もそんなにいいやつじゃなさそうだしな。そう、多分あの人のなんか才の振り方がいけなかったんだと思うよ。あれ、あ、よかった。あ、こっちだよ、こっちだよ。だせー、べーちゃん、べーちゃんこっちだよ。あ、こっち、こっちか。立てよ。はい、はい、タッチ。あ、で、あれだ、あそこの人だかりだ。あの子ね。おお。歌っとるな。いや、いいよ、こういう時こそな。そうそうそう、こういう時こそよ。うん。
もしや君この主題歌歌ってる人だったりしない？メインヒロイン？まさかの。あれでもなんか主題歌っぽいな。ねえ、主題歌と歌ってる人と、あ、すごいアキレス腱。お、これどんどん人だかりが。は？道端で歌ってるなんて不謹慎じゃないか。いやいや、こういう時だからこそよ。どんな時に歌うがその人の勝手だろ。確かにこんな時に歌うなんて不謹慎だな。不謹慎かもしれないが、絡むことはないだろう。歌の邪魔するな。聞こえないじゃないか。黙ってことの成り行きを見ている。ああ、これはちょっと味方してあげたいな。でもどれも言い方がトゲがあるんだよな。そうなんだよな。どんな時に歌おうがその人の、それはちょっとまた違うのよ、なんか。うん。今歌ってもいいでしょっていうのは言いたいけど、どんな時にって言い方が引っかかるんだよな。まあまあそうね。こういう時だからこそね。そうそうそう。絡むことはないか、黙ってか、どっちかだな。邪魔をするな、言う？そんな喧嘩腰じゃなくていいと思うんだけど。でも不謹慎かもしれないがって、俺は別に不謹慎だと思わないからな。でもその人に、この人にとっては不謹慎って言ってんだからそうかもしれないけど。ああ、なるほどね。一回肯定してあげてるんじゃん。話のできるやつだよ、こいつは。なるほど。じゃあ、半兵衛は話のできる男だと。半兵衛ね。半兵衛。不謹慎かもしれないが、絡むことはないだろう。お。やべ、喧嘩が。邪魔なら場所を変えるわ。ああ、結構強い。結構強い。可愛げがないな。可愛げ。歌うのに可愛げが必要なの。あ、強いこの子。可愛いよ、君十分。別にそういうわけじゃ。弱っ。弱っ。めちゃめちゃ可愛いこの子、ね、21番いい、私の中で一番いいわ。演奏を中断して申し訳ありません。今日はここまでにさせてもらいます。お嬢さん、この後暇ですか？ ありがとう。めちゃめちゃ可愛い。メインヒロインじゃね、これ。あ、やばい、これついてっちゃう。やめて、もういないよ。あ、いない。嘘。もったいないから、もうやめて。あ、ごめんごめん。すいませんね、体が勝手に。メスと見たらすぐ。ここ入れっかな。入れない。やばい。どうする、どうする。やべ、おいやー、道路が。なんと、くわー、どっからでしょう。多分あのイベントは消化した後だよな。震災の影響は企業にも及んでいるようだ。ベストラという名の IT 企業も株価が下がっているとかで大変そうだった。あ、株価は下がるもんだけどね。だけどさ、まあね、いろいろあるよな。ちょっと待って、俺逃げ道見えてなかった今。いや、なんか左でも、なんか左大丈夫っぽかったよね、影的に。なんとな、そう、なんとな雰囲気ね、うん、うちもそんなちゃんとしっかり見てなかったけど。じゃあちょっとすぐ左行くわ。だって崩れたのこっちの。待って待って、そこのくぼみはもっと下がって、このくぼみ、ここ、そんなに入れない。そこのくぼみまで行かなくて平気。ああ、じゃあ戻るか、すぐ。わかんない、ちょっと左に普通に行ってみてもいいのかもしれない。はいはいはい、行ける。はっ、かがめ。やばい、道路が。うわあ、でも普通に左側で行けたかも、ね。ああ、目の前の女の人が。待って、ちょっとそれはきついな。やーべえ、うわ、目の前で普通に下敷きにされちゃったんだけど。ちょっとそれはきちい。待って、
マジ？ああちょっと。ああこれはきついわ。えマジか。こういう感じ？待って本当ちょっとそれは。いや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 。マジか。いやマジかよ。いやめまじこのゲーム初めて一番の衝撃。うん、そうね。やっぱさすがに、めっちゃ目の前で、ね、挟まってる人はいたけどね、いたけど。目の前で押し倒されたのはなんか、ピクリとも動いてないもんね。うん。いやー。はい。というわけで、まあ、今回は、この辺にしときましょうか。そうだね、ちょっとショッキングで、ちょっとね、血がついてかないわ。俺たちの心労もちょっとね、なかなか疲労もね、うん、身体的な精神的なちょっとあれがあるので、うん、はい、ではここまで皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。